はい、こんばんは。こんばんは。お団子だっていいの？お団子。瀬戸川団子。ありがとうございます。後でいただきます。はい、え？春郎さん取りってくる。いいですいいです。いやということで、はい、こんばんは。火曜日の八重洲テレビ、ここからのお時間はいつものように、桜組ひろみちのお祭り気分ダイエットの第2章でお楽しみいただきます。この番組は、八重神社大祭荒祭りスポットを当てまして、八重神社大祭荒祭りの情報を発信しながら、皆さんに八重神社大祭荒祭りを知っていただくという番組になっております。最後までよろしくお願いします。はい、今日も話し相手は、四区桜組の野田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、お天気があんま良くないじゃないですか。そうですね。なんかさっきニュースで、九州、はいはい、梅雨入りしたって言ってましたね。この辺は昨日ですよ。この辺も梅雨入りしたの？そう、昨日は言ってましたよ。昨日。あ、そう、知らなかった。九州より早いんだ、こっちの。何それ。、ね、5月ですよ、まあ、5月だよね、うん、梅雨入りはやっぱり6月ぐらいにね、アジサイの花が咲く頃にしてもらわないと ね。ということで、まあ、ここね、数年コロナ禍で、はい、梅雨入りしても梅雨明け後に楽しみがないということで ね、はい、なんか暗くなってたんですけど ね、今年はね、もう梅雨入りはまあいつしてくれてもいいんですけど、はい、梅雨明ければ ね、そうですね、待ってますからね、はい、今年はもう8月の八重洲神社大祭荒祭りがね、はい、通常開催されるということでね、梅雨が明けてカラッとした ね、夏が来ると荒祭りも帰ってくるというね、はい、形になるわけなんですけどね。先週もね、お話ししましたけど、四区桜組の人役募集期間のね、はい、お話をね、はいはい、先週もさせてもらいましたけど、ね、今週もね、また同じことを言いますけど、はい、桜組、四区桜組は6月の12、13、14と腰掛けの募集を受け付けます。それ以降は1週間子ども人役の募集を受け付けますのでね、はい、ぜひね、皆さんね、振って応募していただいて ね、ご奉仕をしていただけたらと思います。なんか1区富士組、2区竹組、3区柳組の方は、はい、なかなか順調に、うん、募集っていうかね、があって、まあ、それなりにこう進んでるみたいな、ね、うん、話を聞きましたけどね、はいはい、うん、やっぱりね、4年ぶりの通常開催ってことでね、会津のお祭りの好きな皆さんはね、待っててくれて、うん、さあ、ほいじゃあやるかみたいなね、感じになってるみたいで。で、まあ、中にはね、こう集まって、どういうふうにするかなんて打ち合わせをしている一般奉仕者の皆さんもね、いるみたいなんですけど ね、もう今年もうこう6月へ入って7月とかなるとね、まあコロナ前のようにこう居酒屋でお祭りのお話をする人たちがだんだんにね、増えてくるんじゃないか、ね、まああれでしたもんね、風物詩みたいなもんでしたから ね、今年はどこのうちのこの何々へ出るだっちょうよみたいなね、うん、早いですからね、そういう話っていうのは ね、こう一気に広がりますからね、まあ、そういった、場面がね、はい、今年は、多くね見られるんじゃないかなと思うわけなんですけどね、やっぱそういうのがあって、それを経て夏の大祭当日を迎えるみたいなね、ね、流れだったじゃないですか、はい、コロナ前っていうのは ね、うん、だからそういうのが、そういうお祭りが戻ってくるとともに、そうしたこうお祭り好きの人たちの会話もお祭りの話題でね、はい、うん、こういっぱいになってくるっていうのはね、一緒に戻ってくるっていうことで ね、本当にね、嬉しい限りなんですけどね、まあそういった形でですね、今週のお祭り気分のライト第一章ですね、はい、告知の方にもね、載せましたけれど、お祭りを始めるにあたり、四町の青年中路祭典院というのはまず顔合わせっていうところから始まるんですね、はい、でその顔合わせとは何ぞやということでね、はいはいはい、今日ちょっとね、はいはい、お話を進めていきたいと思うんですけどね、まあこれは看板書って青年中路としてお祭りをやっている人たちでなければ経験することはない、まあ、そうですね、ことなんですよね。で、だいたいその
4町で合同で行うっていうのが、まあ、お祭りの準備の中でその顔合わせと、はい、あとはなんだ神輿の蔵出しとか、あとは、しめ縄の作成ね、はい、そういった形で、まあ、4町みんなでやるっていうのがねいくつかあるんですけどね、はい、まあその中の「い」の一番でやるのが、はい、この4町顔合わせというね、ことをやるんですよね。まあ簡単に言うとこれあれなんですよね、4町の青年中路が、集まってその年のお祭りに対しての意思合わせをする、うん、部分がね、そうですね、大きいんですけどね、はい、で、その年の年行事区に、うん、一堂に集まるという形でね、はい、でね、で今年は、令和5年八神社大祭荒祭り年行事区は三区柳組、はい、ね、ということで三区柳組の会所にですね、はい、5月の27日の土曜日にね、うん、先週ですね、そうです、はい、先週の土曜日に、集まりまして、はい、まあもろもろの、まあ、伝達事項とか話もあるんですけれど、まあそこではね簡単にこう飲んだり食べたりしながらね、はい、親睦を深めるみたいなね、はいはい、部分があるんですけど、それはまあ今までこうお祭りもなかったもんですから、結局コロナ禍は、なかったんですよね。そうですね、はい、で4年ぶりに滞在がこう完全復活するという形に基づいて顔合わせも4年ぶりに行われた、はい、ね、はい、ということなんですけどね、なんだかんだ言っても、はい、皆さんね結構いい笑顔で話してましたよ、ね、うん、やっぱりね、嬉しいんですよ ね、まあ、そしてみんなで集めて祭りの話をしながら、はい、ああでもないこうでもないっていうね、今年はこうやるんだああやるんだよっていうね、ことをみんなでこう話のできるっていうのが本当に、まあ、初課会とかの会議はね別として、うん、それ以外でそうしてこう一緒にね、はい、話ができる時間っていうのは今までなかったわけですから、そうですね、うん、何なんでしょうね、結局ねそこから始まるじゃないですか、はい、そうですね、始まりですね、その4町顔合わせというものを経てその年の大祭準備に本格的に、はいはい、各町がね入っていくという形になるもんですから、まあ一つの区切りですよね、うん、でそこではまあその年の総祭典委員長、総祭典経営長、はい、そして年行事の青年院あ中老委員長、中老経営長、青年委員長、青年経営長というね、はいはい、役職がね正式に発表されるわけ、あ発表ですね、そうです、でそれぞれまあそれ以外の区一区富士組、二区竹組、四区桜組もその場で、役員を担当する人間がね自己紹介をして正式に、今年はこのメンツでやるんですよということでね、うん、はいはい、話をね進めるっていうね、ことをやるのもその四町顔合わせの一つのね、はい、形になるわけなんですけどね、まあそれぞれ皆さんやっぱ決まってましたよ、あなるほど、ね、うん、決まってました、はい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 、四桜木さんはちょっとね今ね中路の方はあの決まってるんですけどね、うん、青年の方が今絶賛選定中という形でね、絶賛選定中でやらせてもらってでまあ、今日初めてこの番組でも言いますけど今年、の桜組中路委員長、はい、不詳私が務めさせていただくことになりましたので、昨年はね、ちょっと、形の変わったお祭りの中でね、うん、総祭典委員長という形でやらせてもらったんですけど今年は、中路祭典委員長という形でね、はい、また腕章をなるほど、つけさせていただくことになりましたのでね、まあ、皆さんご協力のほどよろしくという形なんですけど ね、まあそれであれですよね、まあなんで毎年そんなのやってんのみたいな話になっちゃいますけどねまあぶっちゃけ人がいないんですよね、うん、なんですからね、まあFacebook とかでもこう呼びかけしてますけど、ぜひね祭典委員としてね青年中路としてお祭りの方を一緒にやりましょうという呼びかけをもうずっとするんですけどね、そうですね、うん、ぜひまあこのまだねもう
あさって6月になりますけど、うん、この時期に入っていただければね、最初からそのお祭りの立ち上げっていうのがね、経験できるわけじゃないですか。ですからね、ぜひね、声をかけていただけたらね、ありがたいなと思うんですけどね。あとね、青年もだいぶこう少なくなってきてますからね、うん、あれですよね、できればこう静岡にいる大学生の皆さん、はいはいはい、まあまあ、地元のね、はいはい、まあ、焼津とか、まあ、静岡とか藤江とか島田とかね、いると思うんですけどね、うん、まあ、そういった年齢の方、うんうん、がこう興味を持ってはいって手を挙げていただけると ね、 そうですね、ものすごくありがたいんですよね、うんうん、まあお祭りに興味ないよっていう方はね困りますけど ね、 それはね、まあそういったのをちょっと経験してみたいなっていう方がいればね、やっぱ大学生っていうと、いくつ18、19くらい、そう、ね、4年生だと1年生2年生くらいの年齢かな、そうですね、ね、まあ、3年生4年生になっちゃうとこう就職とかうんぬんで忙しくなっちゃうだろうけどね、うん、まあそれくらいの人、元気な ね、 ね、方がいればね、うん、ぜひね、一緒にこうやってもらいたいなっていうのがあるんですけどね、はい、なかなかそれこそ為替の中でもこうちょっとね飲みながら話したら、やっぱりその人手が少ないし入ってくる人間も少ないからってことで、各庁ね共通の悩みなんですよね、これ。うん、だからね、ぜひね、このこれから先も盛り上げていかなきゃならないじゃないですか、そうですね、俺たちの荒祭りをね、そこにぜひこうお力添えいただければね、そうですね、いいかなと思って、俺も個人的に何件かこう電話かけたりして勧誘をね、はいはいはい、してるんですけどね、なかなかやっぱり高校生はまたコロナが明けてこう部活が忙しくなってきてるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとやっぱりね、夏の合宿とかあるよとかね、そういうのがあってなかなかね、はいはい、あとはもう何ですか、東京の方の大学行っちゃってるもんで近辺にならないと帰ってこないんですよみたいなね、まあそういう近辺にならないと帰ってこないかならないってことは帰ってくるってことですからね、そうですね、当日だけでもね、うん、一緒にねこうちょっとやってもらえないかなみたいな話をねこういくつかしてるんですけどね、はいはい、まあそういった話も含めてね、その顔合わせの中でもいろいろ話は、してきたんですけどね、うん、やっぱりね良かったですよ、4年ぶりの顔合わせ、はいはい、なんとなくこうコロナ前のね、はいはい、うん、雰囲気が戻ってきたかなみたいなね、なるほどね、うん、ですからそうですね、でまあ4町顔合わせが終わって、各町ね準備に入っていくと、今度各町で顔合わせをやるじゃないですか、はいはい、そうですね、まあそこはもうあれですよね、各庁それぞれの意思の意思合わせみたいな ね、 そうね、私はこうしてやるから頼むよみたいな、はいはい、年々こうやっぱ今言ってるように人が少なくなってきてて、まあ野田さんがこう作組入った頃の顔合わせなんてさ、結構ほらいっぱいいましたね、いっぱいいたじゃないですか、ぎっしり ね、 ね、会社の中のこうね、畳の部屋でやるんですけど、半分が中老ぎっしりで、はい、半分が、ね、青年ぎっしりでっていう中でね、はい、まず不思議な空間だと思っていつも見てるんですけど、本当に上はもう70近いおじいちゃんから、はい、おじいちゃんっつったら怒られるから、おじさんからね、下は中学生ぐらいのね子たちが同じ空間で、ね、同じことを目的として集まってるというね、はいはい、うん、あれはねなかなかこう味わえる人ばっかりはいないですよ ね、 そうですね、なかなかね、特に中学生とかがそんな大人と一緒にねそういう席に座っていろんなお話をしながらね、はいはい、こう頼むよみたいな感じでね、うん、言われるなんていうのはまず普通に生活してたらないじゃないですか、でもそれがこう一つの経験というかね、うん、になって、まあ、お祭りの当日こう楽しくやるっていうのもそうなんですけど、そういった準備段階でそういう集まりの中でいろんな話を聞かせてもらえるっていうね、うん、のも、ね、俺らの世代っていうか俺らがそのくらいの、ね、高校の頃には本当に
楽しい、はいはいはい、ひとときでしたからね、はいはい、うん、そうだからそういった経験もこうさせてあげたいなっていうのもあるし ね、うん、そうですね、そうなんですよ、だからそういった時にそのお祭りのいろはっていうのは結構教えてもらったっていう記憶がね、うん、あるんで、そう、本当に一般のお手伝いとして参加をしても楽しいには楽しいんだろうけどね、はいはい、だけどやっぱりそのお祭りの流れの中でいろんなことを教えてもらってそのお祭りに携わるっていう方が、そう、その記憶とか思い出っていうのは違ってくると思うんですよね。そうですね、うん、そうだからそういったまあ若い人にしてみたら、まあ、勉強っつったらまた違うんだろうけどいやこういろいろ、うん、失敗勉強になりますよ、いろいろこうね、うん、覚える、お祭りだけのことじゃなくて例えば挨拶だとか、うん、その ね人とのこう話の仕方とかっていうのもね自然になんか覚えますから。だからそういうのもね、うんうん、すごく必要なことだと思うんだよね。そうですね、うん、まあ、その中で、まあ、そういった顔合わせという形でね、はいはい、時間をこう過ごしてこう俺たちはもう長年来てるわけでね、うん、はい、だから何なんでしょうね、だからあれですよね、一般参加者の皆さんでもこう欲しい決まるとさ、はいはい、それに近いことをやるじゃないですか。そうですね、それっていうのはまあそれに準じてこうやっていくわけでね、うんうん、と思うんですけど、まあ俺たちの場合はそのお祭りを作っていく上で運営していく上で一番大切なね時間帯っていうのがその顔合わせかなってそうですね、うんうん、思うわけなんですけどね、まあうーん、そう4年ぶり、うん、ああこんな感じだったなっていう感じでね、うん、やったわけなんですけど、どうなんだろうね本当に、ね、久々みたいな感じで、すごくまあいい感じだったらいい感じだったけどね、あ、そうですね、うん、ただ野田さんはね用事があって来れなかったんですけどね、来れなかったんですけど、うん、そうですね、うん、はい、やっぱり何なんだろう、今度はうちの区の、はい、顔合わせが6月の10日10日ですね、10日ですね、はい、10日にやって、でうちの方もがっつりこう、はい、準備にね、そうですね、入っていくわけなんですけどね、はい、思い出しながら、そう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 それが日曜日の日に、はい、うちの会社の横に帳簿の閉まってある小屋があるじゃないですか、あそこから本体取り出して、うんうん、もう作れる準備っていうかね、をするためにね、はい、運び出しましたけどね、台車も問題ない、台車もねそれを4年ぶりに見たけどね、うん、問題なかったですね、ただね一つ心配なのが木のわっぱが、はいはいはい、釣り堀の水の中でつけてもらってあるじゃないですか、うん、はいはい、4年間そのままですよね、そのまんま、はい、水を含んで大丈夫なんだとは思うんですけど、うん、溶けることはないから大丈夫だと思うんですけどね、そうですね、うん、一回ちょっとあれも見てみないとね、なんかね、うん、まああれですよね、大のぼりとかそういったのは去年やりましたからね、立ち上げてるもんですから、そこのところはまあ心配はないと思うんですけどね、まあ、衣装もこの間ね、はいはい、点検して、そうですね、あれも4年間放置放置されてたものですからね、何ですか、虫のよけの薬はね毎月入れ替えはしてたんですけどね、はいはい、いや、やっぱ、ね、だけど中にはこうちょっと手入れが行き届いてないものもありましたよね、そうですね、もう一度きちっと広げてね、そうそうそう、見ないといけないですけど、あるかないかはありましたけど、まあそうそうそう、4年ぶりにね、はい、空気をね当ててね、はい、そう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 、だからそうなんですよね、まあそれやりながら思い出しながらっていうのはね、うん、そうだからこの間顔合わせやって話してる中でも、ああそうだ、あれそうだっけみたいなねふと思い出す時間帯もありましたからね、うん、そう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 、本当に、まあ、一つ一つ何をとっても4年ぶりじゃないですか、そうですね、全て全て、はい、これから先やるものもね、はい、そうですね、そう、
その中でどういう形でね、うんうん、やっていくかっていうね、はい、あるんですけどね。うちと奥なんかまだこれからあれですもんね、花ぼろの、はい、ね、支度というか、ね、うん、そういった事務的な手続きとかね、うん、そういったのもやっていかなきゃならないし、はい、一応若者と話しててやることばっかだよなね、言ったんですけどね、まあまあ俺たちはその準備段階が祭りですからね、そう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 ね、当日はもうあのアンヤットン聞いちゃったらもう頭は次の年ですからねそうでもね、その大切な顔合わせね、四丁顔合わせっていうことも無事に終わって、次に進む段階へ、行けたってことはね、まあ良かったんじゃないかなと思いますね。スタートが切れましたね。一応ね、スタートラインから 1.5 歩ぐらい、はい、そうそう前へ進んだからっていうね感じなんですけどね、まだ先は長いですよ、はい、そうですね、まだ先長いですよ。まあ細かい部分であと一つ二つまだね決まってないこともありますんでねはい、はい、そう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 、まあそれが決まって、やれやれって感じに、ね、はい、なるとは思うんですけどね。まあいいスタートは切れたんじゃないですか。そうですね、うん、ブランクの後は後にしてはですね、そう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 、4年ぶりにしてはね、はい、うん、まあまあいいんじゃないかなと、ね、なるほど、思うわけなんですけどね。わかりました。まあどうなんでしょうねうん、まあ募集もそこそこコロナかかってるっていうから、まあそれなりにね、はい、うん、コロナ前のスタイルというかねは維持できるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、維持できるんじゃないかというか維持しなきゃいけないんですよ、ね、あれはもうこういうこのお祭り、荒祭りはこうだよっていう形のものがね、はい、あるわけですから、それをね、やっぱりこう、はい、これからも続けていかなきゃいけないし、そうね。まあとにかくだけど当日は奉仕者の皆さんには、はい、まあ一回深呼吸をしていただいて、はい、少し落ち着いた状態でね、そうですね、こう取り組んでいただけたらと、はい、まあ気持ちはわかりますけどね。まあこの間の三社と一緒でね、はいはいはい、4年ぶりっていうことでものすごい盛り上がりでしたからね、うん、そうでしたね。多分その盛り上がりっていうのはそのままこのうちのね、はい、荒祭りの方も当日ね、はい、まあ、見られるんじゃないかなとは思うんですけどね。わかりました。とにかくあれですよ、あの事故なく怪我なく、はいはい、ね、そうですね、いつも無事にね最後できるようにっていう形で皆さんにご協力をいただけたらとね、はい、思うわけです。ぜひぜひね、お願いします。まあそういったわけでですね、はい、今週のお祭り気分ダイエットの第2章は、青年中老祭典院の方のね、はい、行事というかね、はい、進めていく上で一番最初にやる四丁顔合わせというものが、5月の27日の土曜日に行われましたよというね、お話をさせていただきました。わ、はい、かりました。はい、もうあれですよね、6月で入ってこの次はもうあれですかね、うちの顔、あの募集状況とかをね、はい、お話できるんじゃないかなと思うんですけど ね、 そうですね。もう8月なんてもうあっという間ですからね、はい、うん、梅雨も入ったらしいから、そうです、ね、知らなかったな昨日梅雨入ったの昨日言ってましたね自慢げに九州梅雨入りましたって言ったら昨日焼津入りましたよそうよく分かんねえよなって話ですけどねこっちが先でしたね、そう、何なんだろうと思ってあの向こうから順番に来るもんだと思ってるからね俺はそうじゃないんだよね、うん、分かりました、はい、じゃあ、無事に無事にあの梅雨が明けてね、うん、暑い夏はね、会津の暑い夏が来るように、ね、はい、今日は最後に今日もだね、も最後にアンエットを叫んで、終わりたいと思いますので、はい、皆さんご唱和よろしくお願いいたします。いきますよ、はい、お祭り気分でアンエットありがとうございました。続いての番組はチャミさんの遠く違うハッピーパラダイス、略してハピパラ、お楽しみください。え、何言ってほしい、言ってほしい、言ったハピパラ温泉入っちゃうのかよ。はい、ただ言いたいだけでした。はい
番組お楽しみください。ありがとうございました。今日はそれね、毎回考えてこないといけないんだ。そうですよ。これも